UAE 移籍の日本人ディフェンスが半月で契約解除、中東移籍のリスクとは。昨シーズン、ヴィッセル神戸の J1 初優勝を支えたセンターバックの一人、ディフェンス大崎レオは昨冬にアラブ首長国連邦一部エミレーツクラブへ移籍した。が UAE 市がエミレーツクラブが2月初旬に本人センターバックのレオ大崎と契約を解除。同選手はチームで1試合しかプレーしなかったが、スタックが同選手を移籍市場が閉まる前にリストから外すことを決定したと報道。また3選手との新たな契約も伝えていた。なんだこれ、 UAE もめちゃくちゃだな。半月で何がわかるのだろうか。100個譲って選手を取るときに調査してるのかな。こんなデタラメな契約解除じゃもう中東には怖くて移籍できないよな。中東はこういうのが平然とまかり通るからリスクが高い。まあさすがに違約金とかがっぽりもらえるはずだけど。違約金なんて支払われないことも多いよ。こんないい加減なクラブだから余計に。とりあえず日本人取ってみたけど、思ってたのと違う。みたいなノリなのか。本当に中東はめちゃくちゃだな。オーナーが介入してきたり、コネがまかり通るし、嫌われたら終わりだし。アラブでやっちゃいけないことでもやらかしたか。いくら中東クラブでも半月はないような気がするが。向こう基準でなんかやらかしたんかと疑うくらいのことだけど中東だからな。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。